これ無理か、ホークス。あ、ガンも当たった。来たー。してるよな。しっかり回復してるよ。さあ、進行性技スティングダンス使っていきましょうか。ガンガンアルファ強化していきたいね。まずはやっぱね、アルファ強化するの大事だと思うんだよな。このね、アルファが相当僕的にダメージ高いと思うんですよ。多分ね、一気に3人ぐらい持ってけんじゃねえやな、キレが適当動きすぎだろ。3人は持ってけないなまあでも 1.5 人ぐらい持っていける可能性もあるなっていう、そんぐらいのポテンシャル。なんかコンプレスのアルファと同じような感じなんじゃないかなって思ってるんですよね。対集団戦に関しては貫通するしね。ブーメラン貫通すんのがマジで熱い。他キャラもさ、貫通する個性あるけど、オールフォーワンとかね。でもやっぱオールフォーワンとかはさ、若干違うじゃん。やっぱなんていうの、こう戻ってこないじゃん。でもブーメラン戻ってくるからね。でしかもダウンチもついてないから、オールフォーワンよりも連射も早いし強力、 DPS 高そうではある。ほら、この速さで打てるんですよ。今2発打った。で、2発で今ので、レベルが上がってれば130入るのかな。これで130入る。しかも対集団戦に対集団に対して130入るから、相当ダメージ高いなって思いますね。あ、いる。あ、今120一瞬に入りました。やばくない今の。120一瞬に入るんだよ。マジでエグくない。ダビーいるね、あそこ。これダビーに対してアルファ打っていく。お、100一気に入る。やばすぎ。これガンマで、オッケー、スティングダンスして、スティングダンスするっていうのか。解除して、で、クールタイムセットしたから、もうクールタイムある。ブーメランだから戻りがあるからね。で、ガンマ使って、オッケー、変身しての解除。どこ行ったダビーしたい。え、下どこ行った。あ、そうだ、俺後ろ弾いちゃうんだ。焦ってた、このキャラ。オッケー、しっかりと回収していく。ナイスナイス。で、アルファ9になったね、これで。ダメージやばくね、結構。まあ、予想想定通りと言いますか、やっぱダメージがやばいんだよな、かなり。これ味方にガンマ上げとこう。で、ギルね。で、これベータ。ちゅうちゅう、ガンマ、そういえば、チューチューダンスじゃなかった。あれ、当たりそうだな。当たんねえか。これ近い。ちょっとホークスが厄介だな、やっぱ。ホークス、相沢先生って感じだね。やばすぎ、ダメージ入りすぎた、一瞬で今。かなり入るな、ダメージ。マジで。オーケー、倒していく。で、範囲もでかいからね。で、しっかりガンマ吸って、これチャージストックしとくのが大事だからね。で、ベータ、ベータ、ベータで核入れていく。来てんね。セメントが上から打ってる。まあ、これ上に対してもアクセスできるからね。ちなみにこのキャラは。あ、しがらき下降りたね。これアルファ、戻りのアルファがあるからね。かなりダメージも出るぞ。やばい、ガンマがもうストック切れた。で、この時変身して解除すれば、もうストックがすぐさま溜まるわけですね。あ、オッケー、倒していく。やばすぎるダメージ。あ、これ溜まっちゃったかって、マジか。めんどくせえな。で、霧島中入ってきたら、一回回復ちょっとしとこう。あ、全体だからいいな、これ。全体回復しとこうか。え、なんかやばい。やばすぎる。一回逃げの全体入れよう。もう一回。これは入りそうではあるけどな。セメントが大暴れしてんね、ちょっと。これは当たんねえか。射程が無理か。いや、ガンマ結構クールタイム長えな。一回上行こっか。あ、セメントスどっか行ったか。まあ、室内まだいるはずではある。あ、これセメントスの仲間なのかな、こっちは。アルファ打って、アルファ打って。いいよ。結構ダメージ入った。しっかりガンマ当てるのがやっぱ大事っぽいね。中に対してアルファ打ったら当たりそう。うわっ、だってスティングダンスいる。これガンマ使って、オッケー、いい立場入れ替えて、ポジション入れ替え結構ね強力ではあるね。やっぱこれ一回上登ろっか。お、138一瞬で入る。ちゃんとこのアルファ狙わなきゃダメだね。ここセメントいるから、アルファ打って、これやばいね。セメントがガンマ打ってきそうだから、オッケー、そこそこダメージはちまちま出したダメージが返る感じだね。どん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 ちまちまダメージが入ってくわ。これ変身して解除して上登ろうか。どういった攻めです。あと横いるね。はい、大ダメージ。どこだ、ホークス。ホークスもいるね。これコピー対象本当に大事だな。まあ、コピーは絶対しないといけないし、コピー対象もそして大事で、ポジションはわりかしすぐ取れるキャラではある。このまま6000ダメも取れそうではあるな。アルファアルファアルファ
はい、とんでもないダメージ入ったね。いいね。ほら、やばく、やばないダメージ。味方やば、熱っ、マジで。なんかバグりすぎ、バグりすぎ、マジで。やばい、バグりすぎ、バグりすぎ、ここ。あ、俺か、これ。変身したの。なんか変だなと思ったら。俺が変身したの、これ。やばい、死ぬ、マジ死ぬ。倒した、オッケー。これ倒すのでかい。さっきでしょ。で、味方全体入れてくるから、ちょっと隠れとこう。体力ちょっと入れて。これ、個性技カードとかめっちゃ集まんじゃねえ、ここ。オッケー、まあまあまあ、そこそこ集まった。めっちゃではないけど。スティングダンス、ガンマ3発にしたいね。これあれかも、アルファ上げた後、ガンマ3発にすんのが結構大事かもしれないな。正直。これアルファ打って。なんか予想よりも早く転んじゃうな、敵が。何なんだろう、俺。戻しのダメージ食らったら転んじゃうとかなんかな。もしくは味方とフォーカスが合っちゃってる。フォーカス合わせる方がダメージです。私はちょっとやばい。おい、やばい、染め返し。すげえダメージ入ったの、今。で、これガンマでしっかり変身してアルファ打っとこう。これ敵に対しても強い。しがらきはしがらきに対して強いからな。で、もう一回ガンマ打って、ポジション入れ替えて。なんかいるな。これアルファ打ちまくっとこう。ホークスいくからね。で、ホークス対してアルファめっちゃ当たる。これ逃がしたくないな。飽き写真だね、オッケー。あ、ちょっと待って、これローリングして、吸ってからのアルファ打ちまくる。ホークスストックするの大事だからな。結構強いから。これガンマ、あ、無理か。やばい、もう攻めるとまずい。これ一回室内入ろう。いいね、超おもろいぞ、このキャラ。さすがにホークスが強いと思うけど。あれ、まあ、そう、ガンマ上げないといけない、忘れてた。しっかりデクター押し切る。いいね。なんかいるな、そこにトカちゃん。トカちゃんおったな、今。俺も個性カード回収しよう。やべ、あとガンマ1枚なんだけどな。あ、来た。熱っ。でかすぎる。味方くれた。優しすぎる。神様。ありがとう、愛してる。回復完了。お、じゃあ外出ていこうかな、ちょっと。俺、待って、ガンマ使って。ミスった、なんか俺、変身ちょっと間違えた。まあいいや。敵、これ、パーティーいないはずだから、もう。これ、ホークスになって。で、一回これで解除して。いいね。そこにいるのか、トカちゃんが。あ、死んだね。やばい、これホークスがまずい。ホークスちょい削りしてからの回復したいな。できっかな。ダビ詰めてきそう、これ。お、ダビ味方が激しくて、ナイスナイスでかい。で、回復して、これアルファ打ちまくろう。オッケー、アルファダメージやばいからね。しっかり倒しきって、一回上がって、これ無理か、ホークス。あ、ガンマ当たった、きたー。あ、意外とホークスにも当たるな。ガンマ補正意外と強いのか、もしかして。で、これホークスカフ入れちゃおう。はい、しっかりホークスカフ入れて。でかいよ、これ。これかなりでかいよ。で、ベータちょっと上げちゃいたいな。ベータ上げちゃおう。霧島目の前にね。で、めちゃくちゃ、これはこれ変身していっちゃうか。これまずいね、危ないね。いった、これアルファ打ちまくろう。一回上登ろう。一回上登って回復入れて。悪くない、 8KO してるけど、めっちゃ KO できんじゃん、こいつ。やばくないマジで。で、もちろんトガちゃんに対して、多分ホークス、トガちゃんに対して相当強いから、しっかり狙っていきたいところではある。回復してねえか、ここら辺で。してるよな。しっかり回復してるやつダメージ与えて、オッケー。これちょっと一旦僕も回復しちゃいたいですね。で、これ、マクゴーは死ぬから、オッケー。変身して、もう一回空中行こっか。こん中いるってことだよ、多分な。あ、いるね、やっぱ。これ、プルスケイオスめっちゃ欲しいな。
ベータ？ガンマ？ベータは当たんないけどアルファが当たる。これでセメントスはどっちか分かってなかったね今完全にね。でセメントス見つけた？一回空中浮いてからのアルファを打ちまくろう。あーこれオブジェクトに当たると消えんのか。いいねー。おい進行せば、いやいや怖っ、危なすぎマジで。あ味方回復してくれてんね、優しい。 OK しっかり倒して、これセメントに起こされる可能性があるから、そういうふうに倒しちゃよう、倒しちゃって、で一回これ空中行こっか。この辺セメントいるっしょ。あいないか。あ今そっちか。あと4部隊いるはずなんだけどな、どこにいんだろう敵。見当たらないね敵が。遊園の中とかいたんかな。いや本当にそんないる4部隊。フルフード使ったねセメント。あいた、友達もいるわ。これガンマ使って、オッケー、トガチョに対してダメージャーダウンまで持っていく。えぐすぎ、えぐすぎる。であとはこれは入れ替えてからの、あこれ弱いね、弱いからクールタイムリセット使っちゃおう。リセット使ってアルファ打ちまくって、あ当たんね。これガンまで入れ替えて、キャンセルからのアルファ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 でダウンまで持っていく。やばっおいおい、なんだこのキャラ。おいおいおい、なにこれ、どういうこと、凄まじいよこれは。やっぱガンマ結構いいな、クールタイムリセットそのまま持ってけんのいいね。7265ダメージ14KO。いやこれ凄まじいね。いやおもろいわこのキャラ。はーい、というわけで皆さんね、14人 KO7265 の GG バイバイ。